どうぞ。はい、共同通信の飯川です。新型肺炎について伺います。香港政府は東京横浜を訪れ、多くの日本人を含む最大乗員3800人のクルーズ船で香港に戻った80歳男性が感染したと発表しました。厚労省の調査状況、それから明日4日予定の当該船舶の横浜入港時を含め政府の対応方針を聞かせください。ご指摘のクルーズ船から1月25日に香港で下船された方の感染が確認されたと承知しています。今後横浜港に入港予定であり、検疫法に基づき検疫を行うなど適切に対応しているように承知しています。どうぞ。関連して伺います。共同通信井川です。外務省は中国在留の邦人の帰国希望者向けにチャーター機第4便の運航が今週半ば以降の見通しになると伝達しました。この理由と中国側が出国を認めていない中国籍配偶者をめぐる調整状況をお聞かせください。政府としては帰国を希望される邦人全員が帰国できるようあらゆる手段を尽くして各方面と調整を進めているところでありますけれども、中国側との調整やさまざまな準備の関係上、次のチャーター機の派遣については今週半ば以降の運用にならざるを得ない、このように思っています。また中国籍保持者の搭乗については中国政府のこの方針を踏まえつつ、現在何ができるか、このことを中国政府を含む関係方面と調整を進めているところであります。どうぞ。関連して日本テレビ渡辺です。内閣官房のこの新型コロナウイルスに対する対応体制に関連してお伺いいたします。一部報道で新型インフル対策室と国際感染症対策調整室を一本化して副長官の所管とするという、組織改編を検討しているという報道がありますけれども、事実関係と実際の調整状況はいかがでしょうか。現在新型コロナウイルス感染対策については総理本部長として全閣僚メンバーとする対策本部を設置し、政府一丸で取り組んでいます。総理先ほど国会答弁してますけれども、このような内閣総理大臣の指揮のもとに目下内閣官房が中心となって省庁横断的な取り組み、これを行ってきてますが、今般の事案対応を踏まえつつ感染症の危機管理体制の不断の見直し、ここを進め危機管理への対応能力、これは高めていく必要があるだろうと思っています。どうぞ。関連して日本テレビ渡辺です。少し話題変わりますが、中国ではですね、春節明けでも出勤停止の企業も多く出ておりまして、中国経済の停滞というのが懸念されております。でこのいわゆる新型コロナウイルスに伴う世界経済の下振れリスクについて現状の政府の認識はいかがでしょうか。今般の新型コロナウイルス感染症による中国経済への影響だとか、あるいは観光業、サプライチェーンを通じた生産活動への影響、こうしたことについては今後注意深く状況を見ていく必要があるだろうと思っています。いずれにしろ感染の拡大防止最優先に取り組む、そして引き続き経済運営に万全を期していきたい、このように思います。もう一問だけ、すみません。日本テレビ渡辺です。関連でですね、フランスの方ですけれども、アジア人の住民が、いわゆる新型コロナウイルスに関連した差別的な言動を受けたと、当局に相談する事例が増えているそうです。で、留学生ですとか外国で働く人を抱える日本にとっても、こうしたリスクというのは人ごとではないと思いますけれども、この問題に対する政府の認識をお聞かせください。そうした動向については政府としても注視しています。いずれにしろ今般の感染症を契機とする差別はあってはならないことであり、政府としては引き続き邦人の安全確保をはじめ適切に対応していきたい、このように思います。どうぞ。読売新聞の記事関連しまして、政府は1日から14日以内の保護所に滞在歴ある外国人と保護所発行の予定を持つ外国人の入国を拒否する対応を取っていますけれども、それを理由に入国を拒否された人というのはそのように全然出てくるんでしょうか。2月1日現在で上陸を認められなかった方は5人いたとの報告を受けています。はい、中国では全土で感染拡大が続いていますけれども、今後入国拒否の対象を広げていくという可能性があるんでしょうか。今後の取り扱いの変更については、新型コロナウイルスに関するさまざまな事情等、こうしたものを考慮して、判断をしていく、このことになると思います。どうぞ。産経新聞大島です。関連して、中国では温州市や広東市など外出制限の措置を取る都市が増えてきています。
こうした都市の、すみません、都市に滞在する邦人への支援は今後どのようにお考えでしょうか。またこのままのペースで感染が広がれば、武漢市以外からも帰国希望者を募ってチャーター便で帰国させるなどの措置は検討されるのでしょうか。まず政府はご承知のとおり、今日まで、3機のチャーター、その運用によって565名の帰国を実現をしています。同時に他の省や都市についても現地在留邦人および海外渡航者に対して適時適切に情報発信、そして注意喚起、これを行っておるところであり、今後もしっかり対応していきたいというふうに思います。またチャーター機他の都市への派遣の可能性を含めて今後の対応については事態の推移や現地の状況に応じて、検討していきたい、このように思います。関連です。朝日新聞、阿部です。武漢から帰国し一時待機している方々というのは現在どういった様子でしょうか。家族連れもいらっしゃるようですけども、自由に身動きが取れない状況の中で不満の声などは上がってないんでしょうか。帰国された方々については健康管理の観点から検診は実施するとともに PCR 検査を受けていただき、その後は政府が用意した宿泊施設に無償で滞在をお願いしているところです。ご協力いただいた民間宿泊施設や政府機関の施設については設備等の差異があるなど、寄稿された方々にさまざまなご負担やご不自をおかけいたしております。政府においては各施設に関係省庁からの職員を派遣をして、寄稿された方からさまざまな声を汲み取りながら、その生活に必要となる生活用品等の日々の情報の入手に必要なテレビや Wi-Fi ルーターなどの機材については迅速に提供してまいりました。今後もご要望等を踏まえ、引き続きプッシュ型の支援を用いるなど、帰国者の皆さんの健康管理にこれを万全を期していきたい、このように思っています。どうぞ。金です。佐島です。インターネット上などでは帰国者に対して批判的な書き込みも目立ってますけれども、こういった不安によるパニックですとか不況被害を防ぐために、政府としてどのような対策を取るお考えでしょうか。まず政府としては武漢が帰国される方については医師が同乗して機内で健康に確認、また帰国後はウイルス検査を含めお一人一人の健康状態を医療機関でしっかり確認させていただいています。また国で用意した施設に滞在し2週間はできるだけ外出を控えていただき、引き続き健康状態を確認させていただくなど健康面のケア、この全面に取り組んでいます。またこうした点を含めてですね、ウイルスに関する基本情報や感染予防策、患者の発生状況等の情報ホームページを通じて手術とともに、厚生労働省内にコールセンターを設置して国民の皆さんに対してですね、丁寧に説明をさせていただいています。引き続き国民の皆さんのへの迅速かつ的確な情報提供、こうしたものをしっかり行って風評被害をないようにしていきたい、このように思います。この後お関係者にも説明の問題までお願いします。毎日新聞の秋山と申します。先ほどの帰国者支援に関係してですけれども、帰国者の支援に当たっていた内閣官房の職員の方がお亡くなりになったという報道がありました。ご冥福をお祈りしたいと思います。その上でですね、新型肺炎の対応とですね、お亡くなりになったこととの因果関係について政府として背景等を調査されるお考えがあります。まず2月1日午前10時17分ごろ、和光市に所在する国立保健医療科学院敷地内において内閣官房の職員が倒れているのが発見をされ、伴走先の病院にて死亡が確認されたものであり、ご冥福をお祈りを申し上げる次第です。同職員は武漢から帰国した方々が滞在されている施設において受け入れ業務を担当されておられる方であり、死亡の原因については現在確認を行っているところであります。優秀な職員を失ったことは極めて残念であり、こうした事案が今後生じないように努めてまいりたいと思います。同施設において進めている帰国者の受け入れ業務については適切に進めてまいりたい、このように思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。